本日はフェデックス貨物機の緊急着陸について動画にしてみようと思います。はい、ドラミです。本日は現地8月19日の夜となるんですけども、アメリカのですね、ニュージャージーにございますニューアーク空港の方からカリフォルニア州のロサンゼルスのですね、国際空港の方に向かっておりましたフェデックスの貨物機なんですけども、こちらが機材トラブルということで緊急着陸をしたということでございますので、今回はですね、その様子をフライトレーダー24の方で見てみようと思います。こちらの機体でございますけども、8月19日の14時18分にですね、ニュージャージーにございますニューアーク空港の方を飛び立ちまして、ロサンゼルス空港の方に向かっておりましたフェデックスの FX1626 便となるんですけども、こちらがですね、ロサンゼルス空港到着直前にですね、左のメインギア、車輪の方ですね、こちらがきちっと固定されていないというですね、警告表示がされたということだったので、地上から目視が必要があるということで、ロサンゼルス空港ですね、ローパス、低空飛行ですね、こちらを計3回ですね、実施をいたしまして、やはり警告通りにですね、左のメインギア、車輪の方がですね、きちっと出ていないということだったので、ロサンゼルス沖で数回ですね、旋回を繰り返した後にですね、ロサンゼルス空港へと緊急着陸をしたということでございます。その際にはですね、機体が大きく左へ傾いた状態での着陸となりましたので、左エンジンがですね、滑走路に接触した状態で火花を散らしながらですね、着陸となったんですけども、今回無事に着陸が成功したといったことでございます。ただですね、その際にパイロット1名が足の方に負傷を負ったといったことでございますが、今回は大惨事に至らなかったということで、本当に何よりだなというふうに思っております。それではですね、その様子をフライトレーダー24の方でですね、見てみようと思います。こちらが高度と速度をですね、示しましたグラフとなりますので見ていこうと思います。印を入れた箇所が3箇所あるかと思いますが、そちらがですね、今回3回行われましたローパス、低空飛行ですね、を行った位置となります。チェックいたしますと、3回目に行ったローパスが、一番高度が低かったということで、ご覧のようにですね、およそ375フィート約114メートルの高さでですね、滑走路を通過していったのがわかるかと思います。実際の着陸シーンにつきましては、下の概要欄の方にですね、リンクを貼っておこうと思いますので、興味のある方はですね、そちらの方を見ていただければと思いますが、着陸後につきましてはですね、こちらでございますね、機体が大きくですね、左の方へ傾いておりまして、左エンジンが滑走路に接触しているのがわかるかと思います。ということで、今回は緊急着陸という形になったんですけども、パイロットの技量などもあってですね、大惨事には至らなかったということで、本当に何よりだなというふうに思っております。このロサンゼルス空港でございますけども、個人的にもですね、頻繁に訪れている空港となりますので、本当に何もなくですね、本当に良かったなというふうに思っております。このロサンゼルス空港でございますけども、一方でですね、全米で最悪と言われるほどですね、混雑した空港となっておりまして、2009年から大規模な改装工事がですね、行われておりまして、2023年完成予定で、現在ですね、工事の方が進められております。先行いたしまして、昨年の10月29日になるんですけども、混雑しておりましたターミナル内のですね、車の渋滞、こちらを解消するべくですね、以前動画でご紹介させていただいたんですけども、こちらですね、 LAXIT、こちら正確にはですね、 LAEXIT、こちらが正確な発音になるようでございますけども、こちらではですね、Uber だったりリフトなどのライドシェアおよびタクシーに関してはですね、こちらの専用の乗り口がですね、新しく設置されております。
また2028年にですね予定されておりますロサンゼルスオリンピック、こちらを見据えまして LAX トレインということで、こちらロサンゼルスのですねメトロの駅から鉄道で空港までですね直通で接続するといったですね計画の方も現在進んでおりまして、さらにですね渋滞の解消、こちらが進んでいくんじゃないかなと思って期待しております。ということで今回はですねフェデックスの貨物機がロサンゼルス空港に緊急着陸をしたといった内容で動画にさせていただきました。今回の動画は以上となります。このようにですね私のチャンネルでは飛行機関連、フライトレーダー24に関するお話、あと海外旅行、クレジットカード関連のですね情報、こちらを日々動画にしてアップしておりますので、よろしければ高評価ボタンとあとチャンネル登録の方をいただけますと大変励みになります。ということで今回は失礼いたします。それでは。